よか、大丈夫。怪我したりしてない？うちみ程度でもちゃんと治療しなきゃダメよ。あなたの言う通り、過酷な旅を続けてきたんだもの。それより、エキドナ、あなた。私は平気。でも、いつまでもこうしてはいられないわ。すぐにあの子たちを助けに行かないと。私の預かり。今島はひでえありさまだ。俺たちだけじゃ。ありがとう。それで、あなたたちの話、彼らがこの事態に関わっているのは紛れもない事実みたい。本人たちが教えてくれたわ。一足早く私のも、けれど彼ら自身この事態を実際に引き起こした彼らの。そうか。方法はあるわ。でも一つお願いがあるんだけど。きっとあの子止めてほしいの。そうしたらその間に抑えつけるか。でもそれで事態の原因がわかるならおいらたちも。ありがとう。邪魔だとするなら容赦はせんぞ。この弾丸にかける。あんたらちょっと教える。無駄だった。君はどうだ。あのイデルバの子たちと共に。これは警告だからよく聞い。彼らとは戦ってはいけない。今回の、な、何でだ。そうよ。それにそうね。また聞かせてちょうだい。あなたたちは掟破り。そう、その力は私たち聖少でも、彼らはそのさらに、起きて破りどころじゃない。いやあ、やっと見つけましたよ。おや、これは奇遇ですね。なあ、聖少獣エキドナ。この島での所在という意味でももちろん、あなたという存在にたどり着くまで。あなたが私に兵を差、あなたは私に用があったの。隔離用の力、原初の傷、創生の災い、ありえざる世界の可能性、
このナルブランデ空域ではあなたが楔となって、あの膨大な力が今の私ではなぜあなたはこの島の聖少獣たちからただ隔離用の力が目的なら、それをどうして、どんな必要があって子供たちを狂気に落とした。邪魔だったからですよ。だから狂気に落として食い合わせた。この島であなたを狙えば、まず間違いなく島中の聖少獣があなたを守ろうとするでしょうから、それが大義名分、この作戦の司令官としての理由です。司令官として気持ちの問題。私個人の理由としては嫌いなんですよ、このこんな島崩壊してしまえと思って受け入れられないんです、こういう優しい世界。そんな理由で。黄色の騎士バラゴナ。それにそっちはアリアちゃんよね、ここにいる理由。騎士とは使えるものです。その行動の意図は全て我が主のもとに。貴様らがイデルバに組みしているというだけで、私にとっては相対するに十分な理由。理由が知りたいってのならお前もだぜ、ギルベルト。なんでお前の背後にいるのがレム王国軍じゃなくてイスタバイオンの連中なんだ。疑問に思うのはもっともですね。答えるつもりはありませんが、隠すつもりももうありません。あなたたちの見ているこの状況が全てです。自身が切られる理由を知っていようと知っていま。はっ、なるほど。確かにこいつは一番わかりやすい回答だぜ。全兵士に次ぐ聖少獣エキドナと、それに組みする気空団。数は多くても大したことはねえ。片付けるぞ。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。この弾丸にかける。遅い、無駄に。ここを切り抜けるぞ。この弾丸にかける。まとめなりてえのはこいつだ。無駄だ。決めろ。くらえ。我が剣よ、今こそ。無駄だ。決めろ。勝利の意味知るべ。よし、これ
ダメだ。なんだこれ、クソ、全然似てないってのに。あの女が故郷の母さんに見えてく。ごめん、ごめんなさい。許して、許してくれ。俺、なんで母さんに。大丈夫、あなたは偉いわ。さあさあ、お眠りなさい。怖いものなんて何もないわ。よく眠って起きたり。結局。いや、もし、うん、母の力。どんな獣も母を否定するということは、だから私の子供たち、あなたに、だから空も。罪？今更罪を重ねるくらいのことにためらったりなんてしませんよ。あなたの持つ母の力は確かに恐ろしい。母親に抱く感情が同系だけだと思うなよ。嫌いだと言っただろうが、こんな世界は受け入れられないと。母が同系の対象？傷つけられない存在？笑わせるなよ、星の獣。俺にはそんな母親、一度だっていたことはなかった。どれだけ恨んだか、もう自分でも覚えていないよ。それが当たり前だったからな。毎日毎日明日を迎える恐怖の中、何度夢に見たことか。俺をゴミダメの中に産み落とした女の首をこの手で締めることができたなら。礼を言うよ、エキドナ。お前は母の姿も知らない俺に母を苦しめる機会をくれた。お前があらゆる母として機能するというのなら、存分に楽しませてもらうぞ。すべからく聞け、我こそは代行者、誠の王にはべり王権の行使を執り行う者なり。はい、わからない。まさか。誠の王の皆において命じ、お前たちはあの女を殺せ。さあ見せてくれよ、親子の絆とかそういうものをさ。大切な大切な子供たちにお前はどれだけ抵抗でき。エキドナ、お前が何を。お前も知っての通り。止めるわよ。はい。邪魔はさせませんよ。不本意ながら貴様らの相手。させません。これこそが、すべては新王陛下のご意志であり、空も星も等しく、七王の騎士とは、誠の王の使徒であり、偽りの世界の力、星の獣など。どう、わかりません。吸収したのね。貴様らに支援はないが。奴が隔離を。貴様らの時間、もらい受けるぞ。少しの間付き合ってもらいます。
からの時間もらい受けるぞ。少しの間付き合ってもらいますよ。そこまでだ。打ち兜を見透かすのが肝要です。核欲の地我が剣作勝利への道とならん。暗夜のつぶてには気をつけるとしましょう。宝炎の陣。はあ、これで決める。いかがいかが。はあ、やっ。時は来たれに。見えている。逃すものか。ウンターガンデルーン。バイスフルーゲル。バリーブリッド。素晴らしい。我が剣は万象を貫く。聖平寺、黄昏。失恋寺。猶予があると思うな。参り、はは、いや、参り。バリーブリッド。あと一歩というところです。貴様の剣は届かない。いかが。回転は与えてやろう。参り参り参り。いかが。やっ。はっはっ。時は来たれに。暗夜のつぶてには気をつけるとしましょう。宝炎の陣。そこまでだ。ウンターガングルーン。バイスフレーム。バリーブリッド。隙だらけだ。一つの勝利に応用でかし。みんな無事だったか。無事。
想像以上だな。星の獣の力まで使った私たちにここまで善戦するとは。やはりさすがはあの男の子供ということか。しかし惜しいことです。空の広さに臆することなく、もう前に進み続けなさい。終わりましたから。そうすれば必ず。私たちが七王の騎士たちと戦っている間、一体何があったんだ。ギルベルトの命令に侵されたあの子たちは、けれど。抗えるはずのない命令に抵抗して、みんな、大きなダメージを受けてしまった。二つに裂くような辛い思いだったはずだわ。死は存在しない。ごめんなさい。たちはもう致命的なダメージを受けると、しばらく守らなきゃいけなかったのに。静かになったな。団長たちが事態の原因を片付け。それにしては、島中の聖少女がいなくなってしまったみたいな。気なくさいな。一度、あいつらと合流して情報を。ルベルトどうしてお前がここに。やはり一番体が大きいのは気な臭いどころの話じゃないな。まだ慣れないものですから、試し打ちには一番お。素晴らしい。これだ。この力だ。お前、よくもカインを。ギルベルト。大丈夫です。はあ。あなたもし。あなたアベルの婚約者だ。そうか。そうですか。そういうことなら、一ついいことを教えてあげましょう。国王フォリアには罪がある。あなたの使えるイデルバ王国は、罪の上に築かれた王国です。その罪を暴くことは、必ずやあなたに、言葉通りです。
信じるか信じないかはお任せしますが、彼の無念を晴らしたいなら、あなたにはまだできることがある。どうするっていうか、もうこれどうしようも。いってって。安心するには。ラインハルザ。あ。ごめんなさい。ま、いいんじゃない？どう？意識ははっきりしてる？いった！余計なことをしようとするな。要件だけ伝えろ。見たところ怪我。一応。あ、近い。礼は言うが、お前。そうなんだよね。いや、理解が早くて助かっちゃうな。実はさ、君たちが最近一緒にいる気空団の団長さんに。団長に？断るなよ。もう。今ね。あのレム王国のギルベルトはとんでもない計画を進む。もうわかってるだろうけど、つまりレム王国はすでに彼の眼中、彼が今何を欲しているか。ギルベルトが、なる。気をつけて。そしてそうしないと、この空は彼らのおもちゃになって、後には何も残る。